I'm Mo Rocca, and I'm excited to announce season four of my podcast, Mobituaries. I've got a whole new bunch of stories to share with you about the most fascinating people and things who are no longer with us. From famous figures who died on the very same day, to the things I wish would die, like buffets, all that and much more.

ハワイ・マウイ島の山火事から今日で2週間いまだ1050人の行方が分かっておらず捜索はさらに数週間かかる見通し韓国の女性 DJ へのわいせつ容疑で告発男性2人が出頭ハンガリーで行われている世界陸上の男子 110m ハードル決勝泉谷,泉谷俊介選手が5位入賞 さて処理水ですが各紙一面で報じております処理水放出24日にもということで昨日全漁連会長らとの面会が行われました、えー、政府は24日にも放出を始める方向で最終調整に入ったということで朝日新聞一面からですが関係閣僚会議を22日今日 に開きまして正式に決定すると、はいまあ昨日の面会をもって漁業関係者らからは一定の理解を得たというふうに政府は判断したということですね、うん、面会してから本当すぐですね<っ>24日って本当に一定の理解を得てるのかどうかっていうところ、うん、もうなんかねお尻が決まっててですね、えー、こう行事を ただ単に行っているような感じっていうにも見えますが放出、えー、への理解を得るため全国漁業協同組合連合会の坂本会長や福島、宮城など被災5県の漁連幹部らと総理官邸で面会しました。で総理は 漁業者が安心してなりわいを継続できるよう必要な対策を今後数十年の長期にわたろうとも全責任を持って対応すると述べ安全性の確保や風評対策に万全を期す考えを強調と一方の全漁連の坂本会長は処理水の海洋放出に反対であることはいささかも変わらないとする一方 国際原子力機関 IAEA、e、の報告書などに触れまして科学的な安全性への理解は私ども事業者の間でも深まってきたと述べただその上で「科学的な安全と社会的な安心は異なる」うん、として風評対策などの予算確保を求めたということです。まあ、前漁連坂本会長をははじめ漁業関係者のの方々にととっってはその場所でもずっとこう 孫の世代でも漁業を営んでいけるっていう保障っていうことだと思うんですけども、はい、そこに対するしっかり保障そしてその海の安全安心っていうところをしっかり担保できるのかっていうところを求めていく。 政府は風評対策などに当てるため合計800億円の基金を設置して、まあそれに応えていくということで24日にも放出ということになりそうです。はい、さあそして同じく一面で各種報じていたのがアルツハイマー病の治療にまあ希望の光。 厚生労働省の専門部会は21日、昨日ですねアルツハイマー病の治療薬レカネマブの製造・販売の薬事承認について了承しましたこのレカネマブは製薬大手エーザイとアメリカの製薬会社バイオジェンが開発しまして、えー、承認されれば国内では病気の原因と考えられている脳内の物質に直接働きかけて取り除く初めての薬となると。 いう,ふうに毎日新聞一面報じておりますアルツハイマー病は進行性の病気で認知症のおよそ7割を占めるんですね。えー、で神経細胞を壊す異常なたんぱく質アミロイド β が脳内にたまり神経細胞が徐々に死滅して思考や記憶の機能が損なわれると考えられてるんですがそのアミロイド β に働きかけるのがこのレカネマブと。 いうことで病気の進行を遅らせる効果が期待されるただ壊れた神経細胞を修復するわけではないので根、えー、治療というわけではないな遅らせるということそれでもこういう治療薬が初めて開発できたというのは、はい、え希望の光になるのかなというところただこれアルツハイマー病患者で認知症の症状が軽度の人軽い人とその予備軍となる軽度認知障害の人が対象ということです。 ハワイの山火事から2週間ということになりましたが、ハワイ州のグリーン知事は、不明者はおよそ1050人に上ると、えー、現地メディアのインタビューで明らかにしました。対象地域の85%で捜索が完了したんですが、大規模な建物の捜索が残っているとして、残り15%はさらに数週間かかる。うーん いや本当に大変ですしそしてあの死者これまでに114人ということなんですけども<え>なかなかその,身元との称号もやっぱり難しいといととうことなんですねそして懸命の、まあ、捜索が行われているんですけどもまだまだ時間がかかる、はい、いかにこの山火事を止めるのも難しいのかそしてその中から捜索するっていうのも難しいのかっていうところですね。 そして韓国の女性 d j d j s o さんが大阪のイベントで胸などを触られたとしてイベント主催会社のトライハードジャパンが21日容疑者を特定しないまま観客の男女3人を不同意わいせつと暴行の疑いで大阪府警に告発しました会場に設置されたカメラなどで3人の行為を確認したということです樋口清則です 僕が喋る我思う故に我ありがラジオを飛び出してポッドキャストで放送中です僕の持論哲学を RKB アナウンサーの武田紗恵アナと喋っています固定観念や規制概念をぶち壊すポッドキャスト番組我思う故に我ありぜひお聞きください